さあ、行きますよ。なるほど。宇宙が消滅するとあっては仕方がありませんね。ただし、参加するには条件があります。またかい？まあいい、聞こうじゃないか。孫悟空さんたちが自分たちの仲間を選んでいるように、私も私の軍や一族の者を連れて行きたいのです。知っている方がいれば、大会でも動きやすいでしょうから。ちょうどメンバー探しに困っていたところだ。構わないよ。それで誰を連れて行くんだい？ふん、君たち兄弟はあまり仲が良くないと思っていたけど。ええ、仲が悪いことを否定はしませんが、私と兄は家族とはいえ宇宙一の強さを競う身、一族の者として戦闘力も悟空さんたちに遅れは取りません。随分な自信だね。まあいい、じゃあ君たち兄弟の参加は決定だ。おや？あれは。お忙しいところ失礼しますよ。随分と苦戦しているようですね。私の兄がその程度とは。黙れフリーザー。仕方ありませんね。私が加勢して差し上げましょう。死に至る前に降参。それはこちらのセリフですよ。早く逃げないと殺してしまいますよ。今すぐ黙らせてやるぞ。ぶっ殺して差し上げます。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。思い知らせてやりましょう。それガラ空きだな。少し黙りましょうか。遅い。なかなかやるな、フリーザー。